フランチェスコ二世、フランチェスコ二世、フランチェスコ八1836年1月16日から1894年12月28日、は両シチリア王国最後の国王、在位、1859年から1860年。あだ名は、フランチェスキエンド、フランチェスコジェロ、全王フェルディナンド二世と、王妃マリーア・クリスティーナ、サルデーニャ王。 ビットーリオ・エマヌエーレ1世と王妃マリーア・テレーザの女の間に生まれた。したがって、自らを範囲に追い込んだイタリア王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世とは親戚関係にある。両シチリア王フェルディナンド2世とサボヤ家出身のサルデーニャ王女、マリア・クリスティーナ・ディ・サボヤとの唯一の子として生まれた。クリスティーナはフランチェスコ2世を産んですぐに亡くなり、後継ぎの心配をした父は、 ハプスブルク家の手心公女、マリーア・テレーザと再婚した。ママ母と父との間に12人もの子供が生まれる中、フランチェスコは無事に成人して、長男として父の後継ぎと目されるようになった。しかし幼い頃から特殊な環境で育ったフランチェスコ2世は複雑な性格となり、信心深く反動的で、優柔不断な気質で知られた。 1859年2月3日、フランチェスコは、バイエルン女皇、マリー・ゾフィー、マリーア・ソフィアと結婚した。同年5月22日、父の休止によって23歳で王位を継ぎ、両シチリア王フランチェスコ二世となった。国王としてはわずか1年の統治期間しか持たなかったため、具体的な行動はあまり多くはない。その中でも特筆に値する出来事として、 最初にサレント出身のカルロ・フィランジェリを抜擢したとが挙げられる。フィランジェリはサボヤ家が北イタリアを統一したのを目の当たりにすると積極的にサルデーニャと同盟を結ぶための働きかけを行った。当初は南イタリアまで統一するかどうか検討の段階にあったサルデーニャ王国側も南北同盟によるイタリア地方の対オーストリア体制確立を前向きに 検討して実際にカブール首相とフィランジェリとの交渉が行われていた。軍備面では長年にわたって国王の親衛隊を務めてきたスイス人傭兵隊の大規模な暴動が発生している。フランチェスコ二世は傭兵隊に待遇の改善を約束して彼らをなだめた後軍に命じてスイス兵を皆殺しにした。暴動を鎮圧するとフランチェスコ二世はスイス。 傭兵隊の廃止を宣言した1860年、カブール首相とは両シチリアとサルデーニャが同盟を結んだ上で強行領、ローマ氏を除くを分割併合する同盟案を提示した。フィランジェーリは王にこれを打診したが、信心深いフランチェスコ2世は教会と対立することを嫌って同盟案を拒絶した。ついでフィランジェーリは国の近代化のために 憲法の復活を求めたが、フランチェスコ2世にまたも反対され、最小を辞任した。その頃、カラブリアとシチリア島では、革命派の運動が激化しており、加えて、サルデーニャではガリバルディが、南部解放の戦争を遂行しようとしていた。フランチェスコ2世は事前に露見した、いくつかの陰謀について、首謀者を厳しく取り締まったが、勢いは止まらなかった。 1860年5月に、シチリア島にガリバルディ率いる先人隊が上陸すると、革命軍は彼を歓迎して軍に加わり、た叩く間に、シチリア全土が、ガリバルディ軍の参加に入った。フランチェスコ2世は義兄である、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世に救援を要請したが、1年前に、ソルフェリーノの戦いに負けたばかりのオーストリア帝国に、そのような余裕はなかった。 ここに至って、フランチェスコ二世は憲法の制定による立憲君主制への移行を決断したが、この段階でも応答派の政治家による強硬な反発にあっている。ともかく成立した両シチリアの立憲政府は、リボリオロマーノを初代首相に選出した。だが改革の最中にも、ガリバルディ軍は猛烈な勢いで各地の反乱運動を取り込んで大勢力化していき、 途中からはカブールの命によってサルデーニャ軍部隊も援軍として加わっていった。しかしガリバルディは立憲改革を進め始めた両シチリアを武力で倒すべきかどうか悩んでしばし軍の進撃を停止した。その間にロマーノ首相の説得を受けたフランチェスコ二世は王妃マリーアソフィアと共にガエータへ脱出、全軍をそこに結集して決戦に応じることにした。 王が去ったとの報を聞いたガリバルディは、ナポリに入場すると、南部の共和派を集めて、臨時共和政府を樹立した。同時期に、教皇領への単独併合を進めていたサルデーニャを、ビットーリオエマヌエーレ二世は、全土占領を完了すると、ついに両シチリア王国へと進軍を開始した。ガエカに結集していた両シチリア軍は二方向へ軍を裂かなければならなくなり、サルデーニャ軍は、 カプアの戦いで、ガリバルディ軍は、ボルツァーノの戦いで、それぞれ両シチリア軍を撃破した。その後、フランチェスコ2世は野心高さで知られた王妃、マリーア・ソフィアと共に、ガエタ要塞に立てこもって、抵抗を続けた。この時の国王夫妻の懸命な努力は、サルデーニャ側の援軍として加わっていた、フランス海軍の砲撃を退りぞけるなど、両シチリア軍の前線につながった。 しかし抵抗も虚しく、1861年2月12日に、要塞は陥落し、最後の拠点を失った両シチリア軍は降伏した。両シチリア王国を占領して、南北統一を果たしたビットーリオエマヌエーレ二世は、イタリア王に、大韓、イタリア統一は果たされた。一方、王位を失った夫妻は各地を、亡命先として渡り歩いた。夫妻の間に子供はなく、 唯一亡命生活中に生まれた娘も数ヶ月後に養成するなど、子宝に恵まれなかった。1894年12月28日、オーストリア・ハンガリー帝国トレンティーノ地方のある子、現在はイタリア領において、フランチェスコ2世は58歳で波乱の人生に幕を下ろした。大い請求権は、イボテイのカゼルタハク・アルフォンソに受け継がれた。 マリーア・ソフィアは両シチリア復活の防御をめぐらせながら活動を続け第一次世界大戦後の1925年に死去した。フランチェスコ二世はその境遇ゆえに優柔不断で反動的な君主であり、同乱期の両シチリアを適切に率いることができなかった。それでもその統治は短いながらも不応に比べれば反体制派への粛清や弾圧は少なかった。 年若い王が見せた王国滅亡までの努力はフランチェスコ2世への強い尊敬と同情を南イタリアの王党派に刻みつけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。